ナマステ。今日は名古屋市の港区に着きました。こちらは名古屋市港区にある防災センターです。ここは地震、火事と台風について体験ができるみたいです。今後自分が地震にあった時、また火事にあった時、どういうふうに行動をやればいいっていうことを今日本当にこちらでしっかり学びたいと思います。地球全体はプレートといって十数枚のプレートで地球全体覆われてるんですけど、そのうち4つのプレートが境界を接しているところに日本列島は位置してるんですね。4つのプレートの境界が近くにあるということは、やっぱりそういう地震が発生しやすい地域に日本列島が位置していますので、特にこの東海地震というのはもういつ起きてもおかしくない、160年以上経って以前あった時からということで言われてきたんですけど、起きてないんですよ。だけどどんどん時間が経てば経つほど起きる可能性が高まっている、逆に言うと。でここが地震起きると、こちらの方も連動して起きる。過去ここに書いてある1605年、1707年、1854年はいずれもこの3つのエリアで地震が揺れてます。したがってまたこの3つのエリアで揺れるんではないかと言われておるのが南海トラフの巨大地震ということです。津波の時ももうすぐ高いところに逃げれば、ここまでの被害は抑えられますので。ここ津波の可能性はどうですか？こちら。津波はね、大きいですよ。例えば太平洋に面しておる部分についてはもう非常に高い波が来ます。名古屋港はですね、こう伊勢湾ってこう湾がありますよね。はい、その奥地にありますから、もうじわ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 浸水してくるという感じですね。したがって避難するには時間はしっかりある。名古屋の場合はですね。地震ではまず名古屋市内でも一番どうだろう。例えばその古い町とか建物的に大雑把に言いますとね、名古屋市内の真ん中から西側西部は震度で6強で、それはなぜかと言いますと、東側の方は地盤が硬いんですね。ところが西部南部は人工的に作った土地ですから、そう高くできないということなんですね。まずですね、こちら地震の体験をしてもらう機会です。はい、こちらでは震度7クラスの地震が体験できますので、早速やってみましょうね。はい。東南海地震の体験。はい、こちらのようにですね、地震の後落ち着いて行動するようにしてください。例えば地震が起きた場合、何人とかは死んでしまうとか、そういう出てます。出てますか？被害想定は出てます。全国で32万人、3つが揺れた場合ね。それは何にもしなかった場合、何も対策をしない場合、地震対策で必要なことは。まず家の中におった時は、家が潰れないこと。古い建物ですと潰れる可能性がありますから、耐震診断をしていただいて、それで自分の家は大丈夫なのか、地震が来ても潰れないのかということを一度検証していただく必要がありますね。で2つ目、家の中の家具なんかで阪神・淡路大震災の時はそういうものが倒れてきて、その下敷きになって怪我をしたり、後ろ側が悪い場合は亡くなった方も見えるんですね。したがってそういう家具の固定、地震で倒れてこないような転倒防止っていうんですけど、そういうことをやっていただく必要があると思います。こちらですね、中に滑り止めシート入ってるので、お皿がこうやって動かないようになってます。こういう棚はこれ後ろに傾けてあります、で重さが後ろに下がってるので倒れにくい。なるべく下の方に重いものを入れていただくと倒れにくい。もし地震とか発生した場合、大事なところでしていけないことをむやみやたらに外へ逃げること、これ逆に危険です。テーブルの下へ潜って揺れが収まるまでじっと待つ、これが一番最善。外にいる人々に対してはしていけないことは何だと思いますか？建物に近づかない。逃げるといっても周囲の状況によるんですね。だって何もないところに逃げる分には一番いいです。なんか高い工作物かなんかあればそれ倒れてくる可能性ありますから、だからそこは避ける必要があるいうことですよね。その寝てたところだとテーブルが離れていますよね。その場合も、寝ている時は枕なども近くにあると思いますので、そういった近くにあるものを利用して頭をとにかくカバーしてください。で、あまりこっち向きにしてしまうと物落ちてきた時に自分の心臓に当たるので、なるべく横向きかうつ伏せ。うつ伏せだと物が倒れてきた時にこうやって物を持ち上げるので、こうやってやる力の方が人間は強いです。家で備えておくべきこととか、例えば避難所に行った時に、じゃあすぐ食料があるのか水があるのか、すぐ生活に困りますよね。したがって最低限自分の家で3日分の、飲料水、それから食料、これは持ってね、で避難所行く時でそれ持ってってね、リュックに入れていうことはお話してます。お金っていうのもあるんですけど、これもですね、なんで小銭かっていうと、やっぱり電話する時も必要ですし、自動販売機とかもお釣りが出なくて使えないっていう時もありますので、なるべく小銭を用意しておいてくださいということです。災害を防ぐことはできませんよね。で、災害が来るとそれに伴って被害が発生する。被害を防ぐためには、じゃあ人はどう行動したらいいか、日頃から防災意識を高めて実際来た時にそれを役立てる、いわゆるハード面とソフト面、これ両輪の輪でこう両方がうまくいかないと減災にはつながっていかないというふうに思います。最後ですけど、その防災センターにとって難しさ、課題は何だろう？これはね、風化です。風化、頻繁に地震、それから大雨、台風、日本全国で見るとほぼ毎年どっかで大きな被害が出てるんですね。だって痛い目に遭った人は多分覚えてるでしょ、ずっと。だけどそうでない、他であったやつをニュースで知っただけの人は、自分自身が痛みを伴ってないから、やがて記憶から忘れ去る。それがやはり防災にとって一番弱い部分かなと、やっぱり定期的に訓練に参加して防災意識をまたこう提言していったものをですね、またちょっとここで高めて、それの繰り返しじゃないですか、いうふうに感じてます。いろいろ勉強になりました。小室さん、多分多くな役割を果たしていると思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に良かったですね。すごい体験もしました。たくさん勉強もしました。まだいろいろハザードみたいな資料もたくさんもらってます。本当に良かったです。またこちらへみんなと一緒に行きます。じゃあね、また。さっき電気を消したんですけど、私が怖いと思うのは、電気を消してしまうと何の情報が分からなくなってしまうんですけど、どっちがいいのかな。はい、そうですね。津波が来る危険性のある地域はとりあえず先にもう逃げた方が安全です。で、津波が来ない地域はテレビなどで情報を仕入れてもらってもいいかなと思います。携帯とかの電源切れる位置はないですね。はい、携帯はもう逆に必要になってきますので、充電器とかもしっかりと持って、はい、逃げてください。